みんな朝早くからご苦労なことね。夕方から雨が降るらしいから巣の入り口を補修してるのさ。どうして雨が降るってわかるんだろう。さあね、でも監督さんがそう言ってたよ。どうせまた女王様のお告げってやつだろうな。でもうちらには関係ないけどね。それじゃあ暇つぶしに何するか聞いてみようよ。げー、またこっくりさんかよ。ここでブラブラしてるよりかはマシだろ。でもこっくりさんってたまにめちゃくちゃ言い出すからな。噴水で泳いだ時なんて溺れかけたからね。こっくりさん、こっくりさん、暇つぶしの方法を教えてください。酒？酒ってなんだ？酒って言ったら、ほら、飲んだら酔っ払うあの酒のことじゃね？そうだね、他にないわよね。酒か、酒で思い浮かぶのは。うん、酒といえばあのジジイしかいないよな。まあそうだよね。それじゃあ探しに行こうか。今日はいるかな？いつもこの先のベンチで酔っ払って寝てるんだけど。あのジジイ、天気のいい日はだいたいベンチで酒飲んでるよ。朝早いからまだ潰れてはいないだろうけど。あら、今日はもう出来上がってるみたいね。マジかよこいつ、仕事もせずにこんな早くから酔っ払いやがって。仕事してないのはチラも同じだけど、こいつよりマシだわ。いやー、こんないい天気の日に朝から仕事しないで飲む酒、最高。みんな働いてるのに私らだけサボってて、なんか申し訳ないみたいね。でも不思議だよな、サボってても全然怒られないし、何も言ってこないよね。食事も同じようにくれるしさ。あのさ、思ったんだけどさ、もしかしたら私らって買われてるんじゃね？どういうこと？買われてるって？いや、だから家畜みたいなさ。有巻みたいな？いや、有巻は蜜くれるじゃん。私ら蜜ないのに養ってくれてんじゃん。うちら、いざって時には仲間に食われるってことかい。他になんか理由あるかよ。どうだろうね。非常時の食料として生かされてるのなら、こんな自由にぶらつかせたりはしないんじゃないかな。っていうかさ、うちらなんか食っても絶対うまくないだろう。それにもし私たちが家畜だったとしても、どこかに閉じ込めてた方が、よく太っていい食料になれるんじゃないかしら。外でただ遊ばせとくとかコスパ悪いしな。いくら役立たずのうちらでも、掃除ぐらいならさせられるだろうし。で、なんでそいつら連れて帰ってきたんだい？いや、目が覚めたらアリが3匹ベンチの上で叫び出しになってて、このままほっといたらやばいかなと思って。よりによってメス3匹かよ。あんたさ、実は昆虫でハーレム作ろうとかじゃねえよな。いやいや、オスかメスかなんて俺にわかるわけないだろう。あの、アリなんてほとんどメスしかいませんよ。まあスズメバチもそうなんですけど。あの、じゃあ私たちそろそろ。そうだね、水道でお酒の匂いも落とせたしね。待ちな、お前らただで帰れるなんて思ってないだろうな。どういうことですか？お前らが使った水道代、それとタオルの貸し賃もな。ええ、うちらお金持ってないよ。金がないなら体で払ってもらうしかないよな、ヒヒヒ。いや姉さん、昆虫の世界にお金なんてないですって。体で払うって何させるつもりだよ。きっとオスの虫相手にエッチなことさせるつもりだよ。困ります、私たちできませんよ。
そんないかがわしい行為は。そんなってどんなだよ。勘違いすんなって、ここで雑用やれってんだよ。炊事に洗濯に部屋の掃除とかいろいろあるだろうが。え、働くの？働くなんてわかんねえよな。心配いりませんよ、簡単な仕事ですから。私も手伝いながら教えますから。ああ、っていうか働いたことないんです私ら。働いたことないって、お前ら成虫になったばかりなのか。いいえ、私たち成虫になってもう10日以上経ってます。へえ、それで働いたことがないって。お前らどんだけサボってんだよ。いや、聞いたことあるぞ、働かないアリのこと。確か働きアリの2、3割は働かないアリなんだそうだ。そうなんだ。でもサボってて上から文句言われねえのか。働かなくても何も言われたことないんですよ。実はスズメバチにもいるんですよね、働かない蜂が。ああ、そういえばお前もずっとサボってるもんな。もう私はサボってるんじゃなくてですね、ここで旦那さんにお仕えすることが私の仕事なんですよ。お前たちのコロニーにはやる仕事があまりないのかい。そうでもないんですよ、他の仲間たちは結構忙しそうに働いているんです。いろんな仕事あるよな。餌見つけてきたり、卵や幼虫の世話したり、有巻の管理とか巣の修理とかさ。敵と戦ったりもするんだよね。でもなんでかわからないけど、働こうって気持ちにならないのよね。働く意欲が湧かないっていうかさ。働かなくてもご飯は食べさせてもらえるしね。そりゃお前たちがよっぽど怠け者に生まれついたからだろうよ。そんなことないと思うんですけどね。とにかく今日はここでみっちり働きな。そのだらけ切った性根を叩き直してやるからよ。まずは姉さんのくつろぎルームの掃除からよ。塵一つなくなるまで綺麗にしてね。それから姉さんのお召し物の洗濯、乾いたらアイロンがけも忘れずに。あとは食事の支度よ。姉さんはもうすぐ産卵が控えているので、新鮮なゴキ肉をふんだんに使った栄養たっぷりの食事をお願いしますね。食後の後片付けが終わったらとりあえず終わり。その頃には暗くなってると思うので、今夜はここで泊めてもらいなさい。なんだよあのスズメバチ、ニコニコな顔をしてずいぶんがっつり仕事をしつけてきたよ。雲のおばさん、まるで女王様だな。絶対天使を尻に敷くタイプだよね。ところでお前たちのコロニーで最近何か変なことなかったかい。変なことですか？そう、何かいつもと違うこととかおかしなこととか。いつもと違うことと言われても、私たちもまだまだ新参者ですからね。お前のところの女王アリはもう長いのか。確か5年目だと聞きましたけど。じゃあ巣もかなり大きいんだろうな。そうですね、かなり深いところまで掘っているみたいですよ。そういえば最近やたらと巣の補強工事やってるような。そうだね、あと食料も結構溜め込んでるみたいだね。台風の準備とかじゃねえのか。台風か、確かにアリの巣にとっては脅威だろうな。コックリさん、コックリさん、私たちこれからも働かないで暮らせますか？いいえ、だってさ。え、マジか。仕事があるってことはいいことじゃないですか。力仕事はやりたくねえし。携帯もごめんだよ。数日後、
ビオレッタとナナが3人の様子を見に公園に行ったそうだ。なんだお前ら、真面目に働いてんじゃん。ついに心を入れ替えたのか。あ、ビオレッタさんとナナさん、すげえ工事だな、これは。そうなんですよ、大変な工事が始まっちゃって、とうとう私たちまで駆り出される始末ですよ。どんな工事やってんだい？もちろん、巣の補強工事ですよ。巣の中がっちがちに固めているよ。食料も見たことないぐらい溜め込んでるしな。そんなに頑丈にして、モグラと戦争でも始めるのかい？もしかしたら、大きな台風でも来るんでしょうかね？まあ何にせよ、こうやって働いてるってことは、こっくりさんのお告げは正しかったってことだな。じゃあビオレッタさんの恋もうまくいくってことですよね。てめえ、ふざけんな。俺はな、この先死ぬまで一人っきりって決めてんだ。ふざけたこと抜かしてると、ゴキスープの出汁にしちまうぞ。ふふふ。姉さんが言ってるのは、好きになるのは一人だけって意味ですよね。マジっすか？ここの工事が暇になったらまた遊びに行くっすから、もっと詳しく教えてくださいよ。男の趣味悪い。おい、あそこ見てみな、働きアリがあんなに出てきてるぜ。わ、すごいな、何万匹もいそうですね。お前も仲間が恋しくなってきたんじゃないか？いいえ、たまに懐かしく思うこともあるけど、やっぱり私は姉さんたちのそばにいたいんです。まあうちは酒だけはたっぷり飲めるからな。それで十分です。それじゃあ、さっさとじいさん見つけて部屋に連れて帰るとするか。